マルセロ・アルベルト・ビエルサ・カルデラは、アルゼンチン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドの監督を務めている。戦術マニアとして知られる上、趣味が、サッカーの試合のビデオ収集であることから、変人を意味する、エルロコの異名を持つ。幼少期より、サッカーが好きでニューウェルズ・オールド・ボーイズのファンであった。ビエルサの一族は、 政治家か法律家になるものが多かったが、これに反死サッカーに携わる職業に就くことを選択し、サッカーを続けながら私立高校に通い大学を卒業した。1970年代後半には、ディフェンダーとしてオールドボーイズでプレーするも、25歳で現役引退。すぐにコーチに転身し、オールドボーイズの下部組織の指導者になった。 1990年にオールドボーイズのトップチームの監督に就任すると初年度にプリメーラディビシオの制覇。1992年にはコパリベルタドーレスで決勝に駒を進めるも PK 戦の末にサンパウロ FC に敗れ準優勝に終わった。その後メキシコに拠点を移し CF アトラス及びクラブアメリカの指揮を取った。帰国後は CA ベレス・サルスフィールドを率いて、クラウス・ウラ1997を制覇した。1998年には、RCD エスパニオールの監督に就任するも、ほどなくして辞任し、ダニエル・パサレラの後任としてアルゼンチン代表監督に就任。AFC ・アヤックスの3から4から3システムを発展させたような3から3から1から3システムを採用し、 ロベルト・アジャラ、フワン・セバスティアン・ベロン、エルナン・クレスポラが、円熟期に入ったチームは、2002フィファワールドカップ、南米予選で強さを見せた。両サイドに、ウイングや、セカンドトップの選手を配する形を好んだため、典型的なセンターフォワードのガブリエル・バティストゥータと、クレスポが併用されることはなかった。また、ボカジュニアーズのフワン・ロマン・リケルメの古典的な、 プレイスタイルを好まず、積極的に起用しようとはしなかった。2002年の本大会では、フランス代表と共に優勝候補の一角に挙げられたが、グループリーグ敗退した。責任を取る形で辞任するものと思われたが、最終的に留任した。2004年には、U-23 アルゼンチン代表を率いて、アテネオリンピックで優勝したが、その直後に監督を辞任した。 2007年8月、チリ代表の監督に就任。代表の合宿所の宿泊施設に住み始めて、メディアを驚かせた。2010FIFA フフワールドカップ、南米予選ではブラジルに次ぐ2位という好成績で、チリを3大会ぶり8回目の W 杯出場に導いた。南アフリカ W 杯本大会では、62年。 大会以降白星のなかったチリ代表を16強に導いた。W 杯後もチリ代表監督を務めていたが、自身を昇平したチリサッカー協会会長のハロルド・マイネ・ニコルスが会長選挙で再選されなかったため、2010年11月17日に行われたウルグアイ代表との親善試合を最後に、2011年1月に退任した。 監督就任の経営アスレティックビルバオでは2011年7月に会長選挙が行われることが決定しており当時の現職のフェルナンド・ガルシア・マクワと43歳のホス・ウルティアが立候補したガルシアは UEFA ヨーロッパリーグ予選前に監督を交代することが危険だとしてホアキン・カパロス監督を続投させる重要性を主張した対するウルティアは マルセロ・ビエルサは7から8人いる、世界最高の監督の一人だとビエルサを高く評価して、ビエルサの監督将兵を公約にした。当時、ビエルサは、レオナルド監督の退任が決まっていたインテルや、2010フィファワールドカップ後に、岡田武氏が退任した日本代表からも、監督就任の打診を受けていた。7月7日に行われたアスレティックビルバオの、 会長選挙では、ウルティアが当選し、カパロスが監督の座を退いて、ビエルサの就任が決定した。ウルティアの会長就任により、クラブのフロントは一新され、技術スタッフはもちろん、下部組織の各カテゴリーの指導者も大幅に入れ替わった。2010から11シーズンまでアトレティコ・マドリードの育成部長を務めていたアモロトゥルが、 ハビエルイルレタと入れ替わる形で新教科部長となった。監督就任後就任会見では、開幕戦のこの一試合のためだけでもこの土地に来た、会があるのではないか。そんな風に思えるのですと語った。2007年から務めていたチリ代表監督の座を2011年2月に離れて、以来の現場復帰だった。リーグの序盤は、戦術が浸透せず、開幕戦では、 昇格組のラーヨ・バジェカーノとの試合を1から1で引き分け、続く RCDS パニョール戦、レアルベティス戦に負けて、その後2試合も勝てず開幕戦から0勝2分3敗と、序盤はチーム史上最低の結果になった。この時点では開幕戦から勝ち星がなかったが、UEFA ヨーロッパリーググループリーグでパリ・サンジェルマン FC に勝つと、 第7節のレアルソシエダとのバスクダービーに CF フェルナンドジョレンテの2得点で勝利してリーグ戦初勝利を飾る。第8節では前線からのプレスが機能し同じくバスク勢の CA をさすなに3から1で勝利した。このシーズンのホーム初勝利だった。第10節ではアトレティコマドリードに3から0で勝ち公式戦7試合負けなしとした。 10月23日に行われた第9節、バレンシア CF 戦で、MF、カルロス・グルペギが、左膝の全十字時帯体を断裂し、2011から12、シーズンの残りの試合に出場することができなくなる。グルペギは、首相を務めており、ピッチの内外でのキーマンの一人だった。ビエルサは会見で、グルペギ不在は、チームにとって大きな痛手だ。彼は、 絶対に練習で手を抜かない選手で、卓越した仕事をする人間だからだとコメントした。第12節では、FC、バルセロナを、ホームのサンマメスに迎えて2から2で引き分けた。バルセロナのジョゼップ・グアルディオラ監督は、本当に素晴らしい試合で、サッカー参加のようだったと、ムンドデ・ポルティボ氏で話した。この試合の前にビエルサはチームに向けて、バルサは、 世界一のチームだ。現在のバルサに勝利することは、唯一無二の偉大な挑戦だと話していた。この頃には、ビエルサのサッカーがビルバオに浸透してきていて、ジョレイテが、僕たちは、バルサ戦で向上してきていることを確信したと、語ったように、チームの状況は開幕当時よりも改善されていた。ビルバオは、第12節を終えて9位につけていた。 バルセロナと引き分けた後の第13節では、敵地エスタディオラモンサンチェスピスフワンでセビージャ FC と対戦し、2から1で勝利を収めた。試合後会見では、攻撃、守備の両面で、チームは私の好むプレーを見せてくれた。勝利を収めることは簡単ではない。だが、正当な勝利だと話して、チームのパフォーマンスに満足していることを示した。また、 ビエルサはシーズン開始前の夏にセビージャの指揮官に就任する可能性が報じられていた。このことに関しては会見で都合の良い話ではないと話して深くは言及しなかった。この試合ではビルバオ史上初となる黒人との根血選手となる U-19 スペイン代表 DF ジョナス・ラマーリョがデビューを飾った。父親がアンゴラ人、母親が バスク人でアンゴラとスペインの二重国籍を持つら、ラマーリョはカンテラ時代から行けるムニアインラとチームメイトで、このデビューによって、ビルバオの国際化を推し進めることとなった。その後、リーグ戦、UEFA ヨーロッパリーグ、コパ、デルレーの両立によって、チームに疲労が増し、故障者も増えていく。UEFA ヨーロッパリーグ、コパ、デルレーでは共に、 決勝戦まで進むことができたが、リーグでは、目標の UEFA、チャンピオンズリーグ出場圏内から徐々に離れて、いくことになる。リーグでの最終順位は10位だった。なかなか順位を上げることができないリーグでの戦いに、反して、UEFA ヨーロッパリーグでは準決勝で、スポルティングクルーベでポルトガル戦に2試合合合計、4から3で勝利し、決勝進出を決めた。 アウェイのファーストレグは1から2で負け、ホームで行われたセカンドレグは3から1で勝利した。決勝戦は5月9日に行われた。決勝戦の対戦相手はアトレティコ・マドリードだった。ビルバオにとって1977年以来の欧州の舞台での決勝戦で、欧州での初タイトルを獲得するチャンスだったが、0から3で敗れている。ビエルサは試合後の会見で、 ひどく落胆している。相手が我々にさせようとしているサッカーをしてしまって、いいサッカーができなかった。チームのプレーの責任は私にある。と話した。コパデルレーでは準決勝で、セグンダ・ディビシオン B の CD ・ミランデスに勝利して、決勝進出を決めた。決勝では、バルセロナと対戦したが0から3で敗れて、準優勝に終わった。結局、 このシーズンはリーグではチャンピオンズリーグ出場権を逃し、コパデルレー、UEFA ヨーロッパリーグでもタイトルを獲得することができなかった。しかし、チームのクオリティを向上させたことと、二つのトーナメントでチームを決勝まで導いたことが評価されて、契約を2013年まで延長した。戦術アスレティックビルバーは、 バスク人の選手のみでチームを構成するバスク純潔主義を掲げている。監督はバスク人でなくてもいいが、選手はバスク人のみである。ビエルサが選手に求めるのはチームへの献身と忠誠心で、ビエルサのスタイルを試合で実践するためには、選手は豊富な運動量を求められる。そしてビルバオはバスク地方の象徴のチームであり、 選手のチームに対する献身と忠誠心は強い。また、伝統的にバスク人はフィジカルも強く、ハードワークもできる。ビルバオとビエルサの相性はいいと考えられる。ビエルサは2010から11シーズンまでの4から2から3から1を止め、自身の得意とする3から4から3と4から3から3の2つのフォーメーションを使っている。 1990年代の AFC アヤックスや FC バルセロナなどが3から4から3のスタイルを用いていることで有名で、また他の監督ではジャンピエロ・ガスペリーニやアルベルト・ザッケローニなどが好んで3から4から3を用いる。ポジショニング重視のアヤックスやバルセロナと異なり、ビエルサのスタイルでは豊富な運動量が選手に求められる。ビエルサは 3から4から3と4から3から3の2つのフォーメーションを使い分けており、相手が1トップの場合には4バック、相手が2トップの場合には3バックを使用している。3から4から3の場合の攻め方はまず、3バックと1ボランチでボールを保持する。次に、サイドのウィングが下がりながら、くさびを引き出す。そして、ウイングバックが、ウイングに入ったくさびのボールを受け取るか、 場合によっては空いたタッチラインキュアのスペースへと走り込む。この時にうまくウィングにボールが入らない場合はウィングバックがウィングと交代に中に入るかウィングが降りてきてできたスペースをトップ下が使う。このようにサイドの選手が常に反対の動きをするのがビエルサの戦術の特徴である。もしスリーバックからのボールのダッシュどころがなければボランチにボールを 一旦預けてやり直す。このようなパターン攻撃でサイドを崩した後は、ゴール前へとボールを送る。ゴール前には逆サイドのウィング、ワントップ、ウィングバックウィングトップ下の内カズの、計3人がゴール前でセンタリングを待つ。守備の際には、両サイドのウィングバックがボランチと同じラインまで、下がって3ボランチのようになる。ディフェンスは、 基本的に自分のポジションに近い選手を捕まえるマンマークであり、ボールサイドではウィングとウィングバックがペアで守り、逆サイドのウィングバックがボランチの方へと絞って数的有利を作り出す。四から三から三の場合の攻め方も基本的には三から四から三の時と同じでウィングバックを務める選手がそのままサイドバックに入り、トップ余った一人が、 トップ下に入る。つまり、4から1から2から3の形になる。2014年4月20日、オリンピックマルセイユのバンサン・ラブルン会長が、ビエルサが2014から15シーズンから、マルセイユの監督就任が合意したことを明らかにした。2015年8月8日、マルセイユの監督を辞任することを、クラブ公式サイトで発表した。 2016年7月6日、SS ラツヨの監督に就任。しかしその2日後である7月8日に辞任を発表し、1試合も指揮を取ることなくチームを去るという陳事が起こった。2017年より、リールの監督に就任した。だが会に低迷し、さらに11月に無断でチリへ渡航したことで、クラブから職務停止処分を受け、 11月22日に契約を解除された。2018年6月、リーズユナイテッド AFC の監督に就任した。中盤までは首位を維持するも後半に失速して、自動昇格の2位以内を逃して、プレイオフに回ったが、ダービーカウンティに敗れて、昇格を逃した。第十七節のダービーカウンティ戦前日、相手の練習場へ視察者を送り込んでいたことが、 発覚した。さらにこれまでのすべての対戦相手に対しても同様の行為を行っていたと明かした。リーグはリーグに関するすべての事故及び業務について各クラブは最大限の誠意を持って各クラブとリーグに対して行動するという規約に違反したとしてリーズに対して罰金20万ポンドの罰金処分を課した。ただし ビエルサは全責任は自らにあるとして、チームに対する罰金を全額個人で支払った。第45節のアストンビラ戦では、相手選手が倒れている間にプレーを止めずにゴールを決めたことにより、両軍の選手が入り乱れる乱闘騒ぎとなり、退場者まで出てしまった。ビエルサはここでプレーを止めゴールをさせるように指示。結局ゴールを決めさせることにより、1から1の良い分と、 なった。試合はこのまま終了してリーズは自動昇格の2位以内の可能性が消えることとなった。このプレーによりフィファフェアプレー賞を受賞する。2019から2020シーズンは2位のウェストブロムに勝ち点10の大差をつけて優勝し、プレミアリーグへ自動昇格をした。ビエルサ自身も11月と7月の月間、最優秀監督に選ばれている。 プレミアリーグ昇格の2020から2021シーズンは同時昇格した2チームが苦しむ中、最後の10試合をいっぱいでしのぐなど大検討し9位で終えた。2003年から2005年までアルゼンチンの外務大臣を務めたラファエル・ビエルサは実刑。また、実施のマリア・ユヘニアもサンタフェ州の副知事を務めた。祖父は法律学者であり、父は弁護士。 母は教師である。いずれも指導者として、ありがとうございます。